レオーネ級駆逐艦は、イタリア王立海軍の駆逐艦の艦級で3隻が建造された。当時の艦種は、軽偵察艦であったが、1938年に駆逐艦に類別変更された。本級は、イタリア海軍が、自国の沿岸防御のために第一次世界大戦艦。本級は、ミラベロ級の設計を踏襲しており、主砲の口径を12センチメートルとし、 搭載形式を従来の単装砲から連装形式に変えてすべて中心線上に配置すると、ともに魚雷発射艦も連装から三連装となり、中心線上に配置して、片元戦闘力が大幅に向上し、攻撃力を増した。武装重量が増えたために、艦型を大型化され、船手炉を拡大させて、しのげなみ性を向上した。1930年代に、 対空火器の増強と、魚雷発射艦は450、立方ミリメートル連装から533ミリメートル連装へ改められている。本艦の船体形状は、艦首から2番煙突にかけて、艦減のみ高い単線首朗型船体である。艦の構造を全部から記述すると、垂直型の艦首から艦板上に、主砲の12センチメートル速射砲を棒立てのついた連装砲芽で一機を搭載。 その背後に即居技を乗せた露天の操打環境を基部として、簡素な全部マストと2本煙突が立ち、1番2番煙突の間に2番 12cm 手法が後ろ向きに1機が配置された。2番煙突の基部で選手楼は終了し、そこから甲板1段分下がった場所には 45cm3 連装魚雷発射管が直列に2機が配置し、 その間に3番手法が配置した。その周囲には、竹の低いキセル型の通風塔が立ち並び、原則部は関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが、片元1組ずつ、計2組により運用された。2番魚雷発射管の背後に、後部マストが立ち、後部甲板上に4番手法が後ろ向きに1機が配置された。収益後の1932年に、 魚雷発射管を配置をそのままに 45cm3 連装から 53.3cm 連装魚雷発射管2機に更新し、対空火器としてビッカーステルに 4cm 単装ポムポム砲2機を追加した。1936から1938年にかけて 7.62cm 広角砲をすべて撤去し、 代わりに落ち二ミ 13.2mm 連装機銃2丁と 6.5mm 単装機銃2丁を追加した。しかし、1939年に 13.2mm 機銃すべてと 6.5mm 機銃すべてを撤去して、ブレが 2cm 連装機関砲2機に更新された。本級の手法には、アンサルド製19、1919年型 12cm 速射砲を採用した。 その性能は重量 22.0kg の砲弾を行革33度で15,500メートルまで届かせることができた。これを棒立てのついた連装砲がで4機が搭載された。砲画の不行能力は行革33度、深く10度で、旋回角度は300度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限を受けた。 装填形式は自由角度装填で、発射速度は人力装填のため毎分7発であった。対空兵装として、アンサルド製、1917年型7.62センチメートル広角砲を採用した。その性能は、重量6.5キログラムの砲弾を行角42度で1万メートルまで、行角70度で高度5740メートルまで届かせることができた。 方針の不行能力は、行角75度、不角10度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会を制限を受けた。装填形式は自由角度装填で、発射速度は、毎分15発であった。これを単装砲画で2機が搭載された。近接火器として 6.5mm 単装機12丁を、搭載された。他に、 水路閉鎖用に、機雷100発を搭載できたが、アウグストリボティのみ120発であった。第二次世界大戦において、公開警備のため3隻揃って、アビシニアのマッサワに派遣されて、第二次大戦開戦を迎える。1941年3月末日に、最後の反撃を行うべく出撃するも、3隻とも、失われた。ありがとうございます。